こんにちは。こんにちは。スプレッドオンエアの第2回目は、北海道から、やらせていただきます。2018年に、語る街という名前で最初公演をしました。で、次に2019年に、街の屋根というタイトルで公演しました。で、今年は2020年は街の朝というタイトルで公演します。なかなかこの3年連続で一つの企画があるっていうのはなかなか新鮮だと思うんですけど、シリーズというか、どういう企画ですか、これは。この企画は正直な、この企画は、街シリーズっていうふうに呼んでるんですけれども、その土地に暮らす方々にその土地の歴史だったり、環境の変化だったり、またまた個人的なことだったり、ざっくばらにいろいろお聞き、インタビューを、させていただいて、でその、話の中で出てきたことをもとに、ダンス作品を作って上演しましょうっていう、ざっくり言うとそういう企画です。普段作品を作るときに何かテーマがあって作るっていうのは多いんですけど、その実際にあったことをテーマとか題材にするから、自分たちもすごい共感できることとかがたくさんあって、そのインタビューした方から出た思い出によって自分が思い出す思い出もあって、なんかその思い出同士からまた生まれるインスピレーションとかあって面白いな。わかるみたいな、ね、それわかるみたいな、あったみたいな、ちょっとリハーサルの風景を、見てもらおうと思います。足拾う、そう、うん、今回ね、回してあげて、こっちに、ああ、こっちにも立って、ね、座りながら、あ、座りながらでいい、危ねえっつって、そしたら最後はこの動きで、はい、ここから入ればいい、そうそうね。この企画だとでも結構踊りちゃんとやるっていうか、なんだろう、ダンスしようかなってなるんだよね、俺。あ、結構ね、軽快な音楽が作品の中で今回多いから、揃ってるね。あ、なるほど。すごくてもなるだろう。またチャラってるね。チューンが投げてもいいかもね。先生に対して。あんま子供なのか先生なのかわかんないみたいな。確かにそれは。じゃあそのナムロールと純平のシーンから、もう一曲見てもらうということで、
いや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 、これちょっとじゃあの名前個人名言っちゃうとあれだけど、あの劇作家のちょっと前です聞くけど、何なのこれ、順平、何なのこれは、これですか、これ何だったんですか今のやつは。これは渓流と順平です。実は、テーマが学校っていうことで、順平もそのインタビューするときに、学校についていろいろ聞いてもらったっていうのがあって、はい、まあ、さえも言ってたけど、子供っていうものを今回は3作品今共通してるなって感じるところが、やっぱり場所は様々なんだけれども、結局描いている部分は同じというか、やっぱ人間、うん、人と人、うんうんうん、街には必ずその人がいて、人々、うんまあ、集団があってっていうのは、変わっていないなっていうことと、あと必ず子供もやっぱり出てくるっていうこと、だからやっぱりそのコミュニティには必ず、まあ、欠かせない存在じゃないですか、うん、だからそれはあの毎回変わってないなと思いながら、うんうんうん、実は同じようなことを深く掘り下げて、うんあのうん、やってきているなっていう印象です、うんうん、子供ってまあ未来じゃないですか、だから、うん、2018年も2019年も今回はもちろんですけど、少なからず子供の要素は入り込んじゃうと切っても切れないっていう感じで、うん、そうですね。でもまあインタビューした中でやっぱり子供もインタビューしてくれたんですけど、少なからずその白老いの子供たちはやっぱり白老いを愛してるっていうのが分かったんで、それはちょっとまあ作品とかになるとちょっとそういう要素も一つっていう要素ですけど、個人的には素直になんか良かったなっていう感じがしました。不思議とその初年度は語る街で、街全体の話、白老いってどんな街ですかっていうところから始まって、次は2年目はあれだったよね、あのその家で起こってることとかを中心に聞いて、うん、まあ、だから屋根だったんだけど、なんか次は焦点当てて学校にしたって、結構違うこと聞いててもやっぱ子供のねキーワードは本当出てくるし、なんかね、面白いっていうのはなんか感じるよね、こう田舎とか都会とかっていうのはあんま関係なく、やっぱり未来を作るのは子供だっていうのが、うん、街をテーマにすると出てくるっていうのが、うん、そうです、面白いよねって。これのプロデューサーが森島君っていうのがね、いつもオルガンワークス世話になってる森島君っていうのがいて、森島君が本当言ってて、自分史なんて話すこと本当にないからって言って、うん、なんか話さないとなくなっちゃうみたいな、まさしくされてて、ましてや聞くとさ、あるあるあるってなったりとか、でそれをまた人に伝えるとか、踊りにしてやってみるとかっていうと結構ね、なんか思いが乗るっていうかね、人も。ドキュメンタリーをダンスにするっていうちょっと新しいやり方だとして、これがどうしても言葉だとなんか立ち上がりすぎる部分みたいなものが一個ダンスになることによって、本当作ったものじゃないところから引っ張ってきたんですか、テーマとか言葉とかなんだけど、体で表すことで一個ドキュメンタリーなんだけど、それぞれの人にこうなんか戻ってこれるような、うん、今年このコロナうん、の影響が続く中で、うん、こういうふうに自分たちを受け入れてくれるっていうこと、うんうん、自体のことを考えると、やっぱり少なからずこの3年間3作品で、うんうん、信頼関係みたいなのが芽生えたっていうことなのかなと思って、うんうん、それはすごい嬉しいことだし、うん、もうありがたいんですけど、うんうん、あと地産地消じゃないんですけど、うん、やっぱり その土地でいただいた、ものをこういうふうにダンスっていう形で還元できるっていうことは、
うん、これもすごい嬉しいことだし、うん、あのすごい可能性を感じてますって、うんうんうん、言った。まさしくそのドラマが、ヤシも言ったそのドラマみたいなさ、そのなんかその人のストーリーが、まあ、本当にあったよね。綺麗事じゃなくて、まあ確かにあって、それを紡いでいくとなんか結構、あーなんか踊りになるな、なりうるなっていうのが、うん、すごく分かったものだった。なんか、うん、やっぱ大事なこと結構身近にあるぞっていうこととか、うん、ありすぎて気づかないぞみたいなこととか、うん、で本当にそれをなんか心よく知らないの人が話してくれたりとか、うん、あの受け入れてくれるっていうのがすごく、僕もね普段神奈川に住んでるけどありがたいなと思って、うん、すごくいい、こういう交流の仕方があるんだと踊りを通して、うん、いうのはすごく感じて今、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。